寺島総藩から1884年2月2日は、江戸時代、明治時代の和参家。通称は和江門。号は北明。門邸によって建てられた、松岩尾寺内の五輪島品の国水内郡、木笹村に生まれる。叔父である、寺島藩江門陳元に支持して、宮城流和山を学び、1816年に免状を得る。松城城下に出ると、 町田現在門正樹から最上流和山を学び、1827年に面上を取得。当時の最上流は、主流だった赤流に論争を挑んで注目を集め、最盛期を迎えていた。木那佐を中心に、信濃を有力し、500人以上の木那佐村民を含めて、信濃から越後にかけて800人を超える門弟を持った。和山以外にも折り方、仮装、生け花、菊術、 ソロンも教えた。明治17年に90歳で没した。木那佐の末元寺に奉納山岳が残されている。境内には、自生の句を刻んだ、五輪刀も残る。木那佐ふるさと資料館に、遺品や著作が展示されている。ABC 長野市、木那佐歴史の旅、門邸集には919人の門邸の名がされている。谷の系物語、ふるさと造紙観光会。 1987による。なお、松岩大寺境内の五輪島をそばに設けられた長野県教育委員会の説明書きには、品の国内外に4000人の門弟がいたと記されている。和裁家、北名寺島総判、第二部和参加。寺島総判、ふるさと総始官公会、2005電子復刻版。ありがとうございます。